ここまで、食べる、とか、走る、とか、行く、などの一般動詞、というものを扱ってきましたが、次に、B 動詞というものをご紹介します。まず、習った一般動詞の文。私はメロンを食べます。です。では、この、eat を、have に変えるとどうなるでしょうか。have は、持っているという意味です。簡単ですよね。私はメロンを持っています、となります。では、この、a メロンの部分を、a teacher に変えるとどうでしょう。おかしいですよね。この場合は、私は先生です、という意味にした方がいいですよね。ここは、I。ここは、a teacher。この間には、イコールを入れることになりますよね。こんな場合には、英語では、am を入れます。つまり、I、am、a teacher。となります。彼は先生です。の場合、彼というのは he ですので、ここが he になります。この場合には、ここは am ではなくて is が入ります。ややこしいですね。そうですね。そして、主語があなたはの場合には、ああ、が入ります。この、is, am, are の3種類を使い分けなければなりません。この3つを合わせて、B 動詞と言います。先ほどやったように、B 動詞は、主語によって3種類を使い分けなければなりません。その使い分けを言います。結論から言います。主語が単数と複数の場合で異なります。まず、単数の時。主語が一人称の時は、am。主語が二人称の時は、are。主語が三人称の時は、is。となります。また、主語が複数の場合は、すべて、are になります。先生。はい、わかっています。人称って、どういう意味か、ということですよね。一人称というのは、本人のことです。つまり、I、です。私たちは、という意味の、ウィーもそうです。これは、二人以上の人数になりますので、こちら、つまり、複数です。二人称、というのは、あなた、つまり、you のことです。つまり、話しかけている相手のことです。複数も同じ単語で、あなたたち、という意味になります。それ以外はすべて三人称ということになります。例えば、彼、彼女、これ、あれ、それ。複数だと、彼ら、それらということです。ケンは学生です。と英語で言う場合には、ケンというのは喋ろうとしている本人のことではないはずですので、この、剣も三人称だと言えます。もちろん、単数ですので、B 動詞は、is を使うことになります。つまり、剣、is, a student となります。ブレンダさん、よろしく。Come, is, a student. Come, is, a student. Come, is, a student. Come, is, a student.では、ケンとジェーンは学生です。という文はどうなるでしょうか。答えは、Ken and Jane are students.
Come and join our students. となります。Ken and Jane are students. この場合は主語が複数です。よって、be動詞はこの are になっているのです。ここに s がついています。英語では、人や物が2つ以上あるときは、その単語に s をつけます。複数形の s と言います。この場合には、student という単語に s がついて、students となっています。es をつけなければならない単語もあったりしますので、細かな部分は文法の本で確認してください。